どうも、辰巳です。というわけでね、今日は私の大好きな楊州商人さんの今日は新横浜店に来ました。なんかね、ここね、まあ店舗がいっぱいあるんですけど、ここのラーメンも結構評価が高いの、まあ、店舗によって結構ね、まあ、味は違うらしいんですけども、ここもね、結構美味しいらしいんですよ。これ満席なんじゃねえか、これちょっとやばいな、これ早く入んないと。行きましょう。今日はこちらを食べていきます。プレミアムエビワンタン麺。満席ですね。妻は黒酢ラーメン。美味しそう。来ましたね、プレミアムエビワンタン麺。ワンタンが結構コロッと入ってる、これすごいな。麺は3種類の中から選べます。中太麺でいただきました。あ、ほうれん草が入ってるのね。ちょっとニンニクかけたくなっちゃうな。一回に無駄にこう卵んだけローリングさせてもらいましょう。はい、クイッと。うまいわ。こう鶏の出汁がね、結構かけて濃厚。これはもう疲れた時にガッツリ食べたい時のラーメンですね。パプリカの香りがもうワンタンの中から一気に広がってくる。これはもうたまらん。ちょっと一回ローリングしましょう。ちょっとそっちも食わしてよ。妻の黒酢ラーメンを食べる夫。黒酢の酸味とごま油の風味がもう完璧。そして改めて自分のラーメンを食べていきます。ここで一回妻よ、よく聞いておいてくれ。中国で有名な三大お酢の中の人、これちょっと入れるわけや。こうね、でこの黒酢がついたところを、はい、わかった。黒酢入れてみたら、妻は黒酢ラーメン。妻がお肉入れてくれました。はい、というわけで食べていきました。楊州商人、美味しかったですね。で今回はね、また新商品ということで、なんかプレミアムエビワンタンがあるということで、ちょっと聞きつけて、新横浜に来ました。美味しかったです。しかもここね、もうぎゅうぎゅうなんで、やっぱね、時間帯を選んでいかないとね、新横浜店は入ることが難しいですね。ちょっと皆さんもぜひ気をつけて、早めに行って並んで食べてください。ちょっと風が強いな、これ。ハゲてる。風がハゲてねえよ。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録お願いします。